ルネ・アンジェリル・ルネ・アンジェリルはカナダの音楽プロデューサー、芸能マネージャー、歌手、特にセリーヌ・デオンのマネージャー及び夫として知られている。ルネはシリア系カナダ人のジョゼフ・アンジェリルを父とし、レバノン系カナダ人のアリッサラを母として、1942年にカナダのケベック州モントリオールのビルレ地区で誕生した。父のジョゼフはシリアのダマスカス生まれで、 モントリオールに移住した人で、母のアリスは、モントリオール生まれ。父母は1937年にイパーチー・セインとソブアで、モントリオールでメルカイツで結婚し、二人の間に生まれたルネも同協会で洗礼を受けた。翌1945年に弟のアンドレが誕生。ルネは、セイスルピス会系のコレージュ・アンドレ・グラセを呼び声、ビアトール修道会系のカレッジで学んだ。 アンジェリルは1960年代に幼馴染のピエール・ラ・ベルラとレ・バロネという名のポップロックの3人組グループで歌手として活動。同グループはイギリスやアメリカの英語の曲を翻訳して歌うなどしてカナダのフランス語圏で何曲かヒットを飛ばした。例えば英国ビートルズのホールド・メタイトをフランス語に翻訳した1964年のセフー、メイセは・セトゥーは ローカルで1位を獲得した。グループ解散後、アンジェリルは、親友のギ・クルティエとともに、芸能エージェント、つまりアーティストのマネジメントをする仕事を始め、ポップミュージックのアーティストやエンターティナーたちの、キャリアマネジメントを行った。当時マネージした中では特に、ルネ・シマールやジネット・レノが成功した。1981年に共同経営者のクルティエとは、別れ。 それぞれ単独で活動する芸能マネージャーとなった。1981年のことアンジェリルのもとにセリーヌ・ディオンが歌うチェーヌ・エイテチャ・ウ運ーブを録音したデモテープが送られてきた。そのテープを聞いたアンジェリルは感銘を受けセリーヌ・ディオンのキャリアマネジメントをする決意を固めしばらくして実際にマネージャーとなった。そしてまだ全く無名のセリーヌの初アルバム制作に 必要な資金をアンジェリル自身の自宅を抵当に入れてまで苦面し、ファーストアルバム、ラブはジュボン・デューを世に出し、セリーヌを歌手として育てるために尽力した。1984年には、セリーヌの姉のクローデット、ディオンのマネジメントも引き受け、彼女も歌手の道を歩み始めた。アンジェリルは、1987年と1988年にアディスクから、その年のマネージャー、 として、プリー・フェリックスを授与された。アンジェリルは他にも、ベロニック・ベイリボー、ジョニー・ファラゴ、ルネ・シマール、アンヌ・ルネ、パトリック・ザ・ベトートー等々のマネジメントも行った。アンジェリルはまた、セリーヌを主に扱ったテレビ番組に、ガルーが出演したことをきっかけとして、1999年以降は、ガルーのキャリアマネジメントも開始し、 ガルーとの共同のアート活動や商業活動を管理するための法人も設立した。1999年に咽頭が癌と診断されたが治療を受け仕事に復帰。1966年にルニーズ・デュケットと最初の結婚をし、一人の子を設け、1972年に離婚。1974年に歌手のアンヌルネと二度目の結婚をし、さらに息子一人。 1> 娘一人を設け、1980年に離婚。妻となったセリーヌ・ディオンと1994年1月に、セリーヌ・ディオンと三度目の結婚し、2001年1月に息子一人、2010年10月に双子の息子たちを得た。2009年に心臓に関係する動脈閉塞に関連して、数ヶ月の医療的処置を受けた。2013年12月に、 咽頭が癌の手術を受けた。治療に専念するために、2014年6月11日、セリーヌ・ディオンのキャリアマネジメントを行っている、プロダクションフィーリングの社長を退くことを発表した。2015年9月、セリーヌ・ディオンは、アンジェリルの癌が,が進行したことや、残された時間は、数ヶ月であることを発表。アンジェリルは2016年1月14日、 74歳の誕生日の2日前にラスベガスにて心臓麻痺で死去。2016年1月22日、モントリオールのオトルダム聖堂にて、ケベック州政府が取り仕切る形で国葬が取り行われた。アンジェリルを忍び、カナダ中の政府関連施設で反旗が掲げられた。なお、アンジェリルの本業は、 アーティストのプロデュースやマネジメントであったので、彼が見出したりマネージしたアーティストたちの成功、そのものが彼の成功であり、業績であり、彼の栄誉ともなっており、中でもアンジェリルが見出し育てたセリーヌデオンの輝かしい成功がいわばアンジェリルへ送られた最高の勲章の役割を果たしており、上述のフェリックス賞やカナダ勲章受賞よりもむしろ、ほとんどの人々は、 セリーヌ・ディオンの名を勲章のようにまとった状態でアンジェリルのことを記憶している。フランス語のルネは発音記号で表記するとフランス語発音、ネ、ね、となる。カタカナで表記する場合はルネが望ましいとされている。最初の母音、E は語学の説明のための音声学的用語で言うと弱母音にあたり弱い、う、口を脱力状態のままほとんど開けないで、 弱く、うっと声を出す。二番目の、えの方は、凶暴音であり、口を緊張させ横に引っ張り気味にはっきりと、えと発音する。ありがとうございます。